Java Enterprise Edition ショッピングサイトプログラミング実況中継その1。今日の動画の内容はウェルカム画面構築その1です。よろしくお願いします。今日からですね、ウェルカム画面を構成する JSP ファイル、名前がですね、カタログレイアウト JSP というファイルを書くんですが、そのプログラミング第1回目の実況中継といたしたいと思います。よろしくお願いします。まずはですね、完成された画面ですね、これでどのようなものを目指すのか見てみたいと思います。以前作った僕のプロジェクトでブックセンタープロジェクト、これを実行のサーバーで実行いたしたいと思います。するとですね、開発環境のトムキャットが動くんです。そして、デモ画面でなんですが、ショッピングサイトが動くんです。この画面ですね、これを作りたいんです。で、これですね、ブックセンタープロジェクトの中のカタログレイアウト JSP というものでできているんですが、これを今回、作っていくブックプロジェクト、プログラミングしていく模様を実況中継したいと思っています。まずウェブコンテンツ配下ベースレイアウトホルダー、ここにカタログレイアウト JSP 作ったんですよね。これ見てみましょう。ページランゲージ Java と書いてます。どういうことなんでしょうか。ここに HTML とも書かれています。つまり HTML コードを書いているわけなんですが、このページの言語は Java だと書いてます。ということはですね、JSP というものは Java と同じでコンパイルして実行するものなんです。JSP ファイル、コンパイルしますとクラスファイルになるんです。その模様もですね、これからショッピングサイトシリーズ作っていく中でご紹介したいと思ってるんですが、次がコンテンツタイプ、テキストスラッシュ HTML と書かれています。このテキスト文は HTML 文なんだという意味も込められているんです。これひな型の JSP ファイルですので、書いていかなければならないんですが、チェアセット、これ ISO の -8859-1 となってますが、これは変えたいんです。UTF-8 というふうにしてみてください。そしてページエンコーディング、こちらもですね、実は UTF-8 にしていただきたいんです。ですから、ここも変えますね。このようになっています。ドキュメントタイプ HTML、パブリック、W3C、DDT HTML4.01。これは HTML の4で書いているということですね。最新の HTML は HTML5 ですよね。ですが、別にこうやって支障ございませんので、特に HTML コードで書いても、僕のショッピングサイトをこうお勉強していただく中で意味がありませんので、今回の JSP は HTML4 で書かせてください。これ変わってませんでしたね。こう直しておきます。はい、コーディングしましょう。UTF-8 ですね。そして、その後にですね、HTML、そしてヘッドというふうに書かれてますが、まずここにタイトルを入れたいんですが、メタタグがありますね。メタタグ、今回、デモ画面なんで必要ございませんので消しておきます。そしてタイトルですね、入力してみます。ネットショップですね。ネットショップのデモ画面ですか。こうなります。先ほどこのコードは HTML なんですが、ランゲージとしては Java だと僕お話したんです。どうして HTML コードなのに、Java なのか。それは先ほども言いました通り、コンパイルして実行できるものだから Java だと僕がご説明したんですが、じゃあその JSP というファイル、一体何の略なんだと皆さん知りたいですよね。実は Java サーバーページというものの略なんです。Java で書かれてますよね。ランゲージが Java になってるんです。そして、この JSP が置かれる場所、それはサーバーに置かれるんです。このプロジェクトを Tomcat と Apache というソフトを連携して、インターネットにアップロードすることができるんです。そうすると、
どこかの会社のサーバーにアップロードされますよね。そのサーバーに常駐させるプログラムなんです。何も自分のパソコンでこのプログラミングをして、この自分のパソコンに常駐させることによって、インターネットにアップロードすることはできないんです。ですから、サーバに常駐させるという意味で、Java サーバーページと呼ばれているんです。まあ、ヘッダーが終わりまして、次、ボディですよね。色ですね。肌色みたいな背景してますが、この色を決めたいんです。ボディに、ボディタグの中に、BG、そしてカラーといたしまして、イコールでダブルクォーテーションですね。この中にですね、まあ、シャープといたしまして、色のパレットをかけるんです。 FFE746 というものを僕は選んでみました。これで、まあ、ネットショップのデモ画面がこの肌色のようなものになるということなんですが、ボディタグの中ですね、書いていきたいと思います。まずは、ディバイドといたします。まあ、このようにエンターを押しておきまして、その中にまたさらにですね、センターと書いておきます。で、その中に書きますのは、まず、ネットショップのデモ画面、一番上はデモ画面ですという水色の表示をしたいんですよね。これの画像を読んでいきます。イメージ、そして SRC、そしてイコール。どこにあるかと言いますと、まあ、ダブルコーティションでくくってからですね、スラッシュ、ブックプロジェクトですね。今書いてるプロジェクトですね。小文字じゃないですね。大文字ですか。そしてスラッシュ。そしてイメージホルダーに入ってるんですよね。そして、その画像の名前は、ブック、アンダーバー、デモ、そしてピングといたします。これで、スラッシュで締めて、括弧で閉じます。このような画像を読んでくるんです。そしてセンターの次ですね、ここでディバイドを閉じるんですね。その後がですね、スペースを空けたいですから、BG といたしまして、もう一個 BG を入れると、開業がスペースになるんだということを皆さん、知っていらっしゃると思うんですが、このようなコードを書いています。あ、BG じゃないですね。失礼しました。BR ですね。そして、いよいよテーブルタグに入ってまいります。ここからが本番ですね。まずはですね、テーブルタグの中に、何を埋め込んでいくかと言いますと、この「ようこそゲストさん」から本の紹介まで、この部分ですね。ここら辺を、テーブルタグの中に収めたいんですが、高さと幅、そしてセンターであること、これを指定したいんです。ですからテーブルタグの中に指定したいと思います。テーブルワイドス、まあ、ダブルクォーテーションの中に430とでも入れておきます。そして、ボーダー、テーブルタグですから枠がついてしまいます。ついてもらっちゃ困りますので、ボーダーを0にしておきます。そしてアライン、横の設定ですね。これを、まあ、センターとしておきます。これでテーブルタグは OK です。そしてですね、中にテーブルの中ですから、もちろん TR ですよね。まず縦を決めていきたいということなんですが、そしてその中に TD タグを入れます。TD、まずアラインイコール、まあ、今回もアラインは TD の中身もセンターというふうにしておきまして、コールスパンですね。コールスパンイコール、ここでは2といたします。これで閉じましょう。で、この中に何を入れるかと言いますと、ブックセンタープロジェクトの方ではですね、ようこそブックセンターと画像があるんですが、この画像の下に
まあ、本棚のこのオレンジの枠とメニュー画面ありますよね。この2つがこの1つの画像の中に入ってきますので、コールスパンを2にしたんだということなんです。で、早速その画像を入れたいんですが、イメージタグですよね。そして src と書いてイコールです。スラッシュ、ブックプロジェクト、そして、イメージホルダーですよね。そしてタイトル、ドット GIF といたします。これで OK です。カッコで閉じましょう。そして、ここで TD 閉じたいんですよね。これで OK です。そして、TR も閉じておきます。次は新しい TR に行くんですよね。で、中身ですね。TD。ここでも設定を作っていきます。V アライン。V アライン。これをですね、ミドルといたします。つまり、縦を真ん中にするという指定なんです。で、閉じておきまして、 JSP タグというものを使います。JSP、 そして、コロン、インクルードといたします。何をインクルードしてくるかと言いますと、ページイコール、パーツホルダーにあるログイン JSP ですね。これで OK です。で、閉じましょう。ログイン JSP がインクルードされるんです。実際に見てみますと、このようこそゲストさん、ここの部分、ログイン JSP なんです。そして、それはパーツホルダーの中にあるはずですよね。これなんです。ここのコードを完成させることによって、ログイン JSP がカタログレイアウト JSP の中にインクルードされるんです。で、TD タグで閉じましょう。JSP タグで閉じてもしょうがないですね。これなんだろう。これが出てしまうのは、JSP タグをスラッシュで閉じなきゃいけないんですね。これでいいかと思います。これで、出ないはずです。TD と出ますよね。次の TD に行きます。今度はですね、V アライン。V アラインですか。イコール、トップといたします。で、閉じまして、中身にですね、やはり JSP インクルードというものを使うんですが、コピーして、これで、はい、つきますね。ログイン JSP ではなくてですね、サーチ JSP というものをインクルードしていきます。スペルがですね、SEARCH。このような JSP をインクルードするんだと。実際の画面で見てみますと、この虫眼鏡ですね、検索窓なんですが、これを作る JSP ファイルをインクルードするということなんです。また TD を閉じますと、今度は TR といたします。どうして TDTR になってしまったかと言いますと、このようこそゲストさんからこの検索窓ですね、これ横一列に2つあるんです。でですね、ログイン JSP とサーチ JSP で2行になってます。その下は、本棚ログイン会員登録のメニュー JSP と、本棚がある、カタログ JSP、ここも2列になってます。このように、構成するためにコードを打っていきたいと思います。まず、TR の下ですね、TD といたします。で、V アライン。イコール、今回はですね、トップといたします。で、カッコでくくりまして、インクルードする JSP が、カッコの JSP コロンインクルードで、ページイコール、パーツですね、パーツホルダーにある JSP を読んでいきます。何を読んでくるかと言いますと、メニュー JSP を読んで、ここで忘れずにスラッシュで括弧を閉じます。そしてですね、これは TD 閉じるんですね。
で、また TD が来まして、今度はアラインですね。イコール、で、フットといたします。そして、V アラインも設定します。イコール、トップですね。これで括弧を閉じます。そうしまして、インクルードするファイルが、括弧 JSP、括弧インクルード、そしてページイコール、今度はですね、パーツホルダーにあるカタログ JSP ですね。打ちまして、括弧で閉じます。そして忘れずにスラッシュを入れときまして、ここで TD で閉じるんです。で、最後は TR で閉じておきましょう。で、最後にですね、ネットショップ画面のフッターですね、コピーライトオールライトリザーブ、これを打っていきます。また TR TD といたします。コールスパンイコール3といたします。そしてアラインがセンターといたします。で、これで閉じてください。そして画像を入れますので、括弧でイメージ src イコールセミコロンでくくりまして、スラッシュブックプロジェクトスラッシュイメージホルダースラッシュフッターピングと打ちます。括弧で閉じてみてください。最後は TDTR、 そして、テーブルですね、テーブルあるんです。そしてボディ HTML と閉じてみてください。これで、今回のネットショップの画面のウェルカム画面コーディングは終わったんです。実際に画像イメージホルダーで見てみますと、ブックでもピング、これここにございますよね。そしてタイトル .gif、 ここにあるんです。次にフッターピング、これもここにあるんです。以上が今回のネットショップのデモ画面のウェルカム画面カタログレイアウト JSP のコーディングでした。また次のショッピングサイトプログラムの動画でお会いしましょう。ありがとうございました。